キルア。その男の名はバラシア・ジョネス。ジョネス。キルア。うん。俺たちの負けでいい。あいつとは戦うな。その名前なら私も聞いたことがある。なあ、バラシア・ジョネス、ザバン市犯罪史上最悪の大量殺人犯だ。ふーん、で何人やったの？何人なんてもんじゃねえ。あの男の手により分かっているだけで146人が犠牲になった。その犠牲者たちは一人残らず無残に引き裂かれ、50個以上のパーツに解体されていた。いつしか奴はこう呼ばれるようになった。バラシア・ジョネスってな。そしてその作業は全て素手によって行われた。逮捕された時、ジョネスは一切抵抗する気配は見せなかった。しかし彼をパトカーに乗せた警官がエンジンキーを回そうとしたその時、うわあ！彼の得意技は素手で相手の肉を素早くむしり取ること。それを可能にしているのは異常なまでの指の力だ。ジョネスはブラックリストハンターとしての俺が捕まえた最高のコレクションだ。おい、石の壁だぜ。恐るべき握力だ。わかったろ。あんな異常な殺人鬼の相手になることはねえ。試験は今年だけじゃないからな。みんなもここは納得してくれ。俺たちはここでこの試験を棄権する。文句がある奴は。キルア！おい、キルア、待て！止めるなよ。やっと面白くなってきたんだ、このゲームがね。キルア。ゲームだと？何言って、ゴン。大丈夫だって。キルアを信じてよ。キルアにとってはゲームなんだよ。せっかくの忠告も聞く耳持たずか。よっと。久々にシャバの肉がつかめる。どうかな。ゴン、あいつは頭の勝負なんかしないぜ。バラすことしか考えられない奴だからな。大丈夫。で、勝負の方法は？勝負？ゴン、大丈夫だって。勘違いするな。これから行われるのは一方的な惨殺さ。俺には試験も恩赦も興味がない。この手で肉をつかみたい。それだけだ。お前はただ泣き叫んでいればいい。じゃあ死んだ方が負けでいいね。やめるんだ、キルア。キルア。お前が。よ。3勝2敗。これでここはもうパスだろ。ああ、お前たちの勝ちだ。ここを通り過ぎると小さな部屋がある。そこで負けた分の50時間を過ごしてもらおう。そう。ところでおっさん、何もしてないから物足りないだろ。俺と遊ばない？いや、やめておく。